今回は Gmod で YouTube を見る方法を解説していきます。まず、シネマというアドオンを入れてください。必要なアイテムも入れておくこともお忘れなく。次に Gmod のプロパティを開き、データを選択して、ここから、Chromium か X86-64 を選択してください。そして、Chromium または X86-64 を選択すると Gmod のバージョンが変更され、ダウンロードが開始されます。なぜバージョンを変更する必要があるのかというと、シネマは現在の Gmod のバージョンでは YouTube を見ることができないからです。なので、Gmod で YouTube を見たいときは、Gmod のバージョンを Chromium か X86-64 に変更する必要があります。もちろん、元のバージョンに戻すこともできます。Gmod を起動しながらバージョンは変更できないので、注意。また、フレンドと YouTube を見ることもできます。フレンドと見るときは今回の動画を教えてあげれば OK。Chromium または X86-64 のダウンロードが終わったら、Chromium/X86-64 となっているはずです。そしたら、プレイを押して Gmod を起動しましょう。シネマのアドオンが有効になっているのを確認し、右下のゲームモードをシネマに変更してから、新しいゲームを開始してください。マップはシネマを選択してください。シネマとは文字通り映画館ですが、パブリックシアターとプライベートシアターがありますので、お好きなお部屋を選びください。E キーを押して扉を開けて、椅子に座るときも E キーを押してください。YouTube の動画を見る方法を解説します。Qキーを長押ししながら、ビデオを依頼しますを押して、YouTube を選んでください。YouTube 以外は再生できません。また、Qキーを押すと出てくる項目はシアターに入らないと表示されません。あとは、見たい動画を見つけて、右上にある URL を依頼しますを押すと動画を見ることができます。また、ここから YouTube の言語と地域を変えることができます。皆さん、おは。YouTube のアカウントはログインできません。また、YouTube ライブも見れません。URL を依頼しますは、ここが赤くなっていないと依頼はできないので、赤くなっていないときは左上にある、更新マーク、ホームマーク、矢印マークを押すか、YouTube を閉じてからやり直すか。Qキーを長押しして映画館をリフレッシュ、またはリセットしてみてください。リセットはアドミンしかできません。URL を依頼した動画は、ビデオを依頼しますの右の項目のビデオ史に再生履歴が残っていますので、ここから再生した動画の URL を依頼した数、Qの追加、再生した動画の URL を再依頼したり、履歴を削除することもできます。消して押すと再生履歴は全て削除されてしまうので注意。ちなみに、Qとは次に見たい動画を追加しておく場所です。Q
急に動画を追加するには、一回、急に追加したい動画の URL を依頼しないとできません。また、あらかじめ急に追加したい動画の URL を依頼しておき、ビデオ時の再生マークを押して、急に動画を追加することもできます。スキップをすると急に追加した動画が再生されます。急に追加された動画は再生されると、急から消えます。スキップはアドミンならすぐにできますが、アドミン以外は投票を押さないとスキップはできません。全画面をトグルしますとは、視点を固定することです。しかし、画面が真っ暗になるのでやめときましょう。アドミンしかできませんが、探してでは、動画を再生したい時間に再生することができます。例えば3分から動画を再生したい時とか。また、動画を再生中にリセットを押すと動画を止めることができます。リセットすると急に追加された動画は消えてしまうので、注意、ビデオ時は消えません。プライベートシアターだけ、Q ロックをトグルしますというのがあり、押すと急に鍵をかけられます。急に鍵をかけるとは、アドミン以外の人は急に、動画を追加、動画を再生できないということです。Q の鍵を解除したいときは、もう一回 Q ロックをトグルしますを、押せば OK。ちなみに、名前を変更しますでは、シアター名を変更できるはずなのですが、できないのでスルーで、スイッチに向かって E キーを押すとライトを消すことができます。タブキーを長押ししながら、左クリックを押してマウスカーソルを出して、動画の音量を調節したり、言語を変えたりもできます。また、映画館のうちにプレイヤーを隠しますにチェックを、つけると参加しているプレイヤーは透明になります。他のチェックをつける項目についてはよくわからないので、知っている人がいたらコメントで教えてください。あと、参加してる人の情報や、自分が今いる部屋の種類ごとに、何の動画が再生されているのかがわかります。例えば、パブリックシアター1にいたらパブリックシアター2にいる人が何の動画を見ているのかがわかります。最後に、動画再生中に部屋の入り口の近くにあるスクリーンを見に行くと再生している動画のサムネとタイトルが表示されています。実はもう一つ秘密の部屋がありますが、プレイ X のやり方を解説します。これも YouTube しか見れません。サブスクライブする前にキャリーズモッドのバージョンをクロミウムか X86-64 にしてください。では早速、スポーンリストを開いてエンティティをクリックし、プレイ X プレイヤーをクリックしてください。ここで、いろいろなスクリーンを選択できます。カメラ以外のものは、カウンターストライクソースを持っていないと出せないので注意。カメラのスクリーンとプロジェクターは、このように離すと、画面を大きくすることができ。近づけると画面を小さくすることができます。また、壁がないと映らないので注意。
次にスポーンリストを開いて、オプションズをクリック。プレイ X の項目があるので、上から順に解説します。アドミニストレートの項目は、まず、プロバイダーを YouTube にしてください。URL というところに、動画の URL を貼ってください。動画の URL を貼るときは、シフトキーを押しながらタブキーを押して、ウェブブラウザをクリックしてください。するとブラウザが開くので YouTube を開いて、再生したい動画をクリックして、上の URL をコピーしてください。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、刈り上げ社長です。今回はギャリーズモッドの遊び方や操作方法について解説していきます。それではまずはギャリーズモッドでできる。Use, Yarn, Employed, Player, When, アプリカ号はわからないのでそのままにしときましょう。Force, Low, Frame, Rate はチェックをつけると動画が映らなくなるのでチェックは外しておきましょう。Don't, Auto, Stop, On,フィニッシュ、ウェン、アプリカ号はわからないのでそのままにしときましょう。オープン、メディアをクリックすると、動画が再生されます。動画を再生するときはスクリーンを最初に出すことを忘れないように。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。刈り上げ社長です。クローズ、メディアをクリックすると、動画を閉じることができます。で、解説していき。スタート、アットは再生する時間です。飛べる、ゲームモードのアドオン、MOD、も、たくさんあります。アド、ア、ブックマークはクリックすると、動画をブックマークに追加できます。動画のタイトルを入力してください。ブックマークズ、クローズはブックマークの設定ができます。ブックマークに追加した動画を見るときは、ブックマークに追加した動画を選択して、オープン、セレクテッドをクリックすると、見ることができます。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。刈り上げ社長です。マネージ、ブックマークスは細かいブックマークの設定ができます。タイトルは動画のタイトル。URL は動画の URL。アップデートはブックマークの情報の更新。あとはブックマークに追加。クリアは動画のタイトルと URL が消えます。デリートは消したいブックマークを選択してクリックするとブックマークを削除できます。リロードはブックマークの更新、セーブはブックマークの保存、クローズは閉じる。
回もゲームが始まったら速攻で、Qキーを長押ししてください。ナビゲーターは、オープン、メディア、ナビゲーターを、クリックするとブラウザが開きます。ここから YouTube の URL を、コピーすることもできます。皆さん、おはようございます。こんにちは。シェアをクリックし、コピーをクリックしてください。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。刈上社長です。セッティングスではいろいろな細かい設定ができます。上から順に解説します。エネイブレッドはチェックを外すと、動画が見れなくなるのでチェックは、つけといてください。ショー、エラーズ、イン、メッセージ、ボックス図はわからないのでそのままにしときましょう。オンリー、プレイ、ビデオズ、ネアー、ミーは、チェックをつけるとスクリーンから離れた時動画が停止します。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。刈上社長です。近づくとまた再生されます。今回はギャリーズモッドの遊び方やチェックを外すとスクリーンから離れていても再生し続けます。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは、刈上社長です。今回はギャリーズモッドの遊び方や操作方法について。ショー、ヒントズ、アバウト、ビデオ、レンジはチェックをつけるとスクリーンから離れた時にヒントが表示されます。そうです。今回はギャリーズモッドの遊び。ボリュームで動画の音量を調整できます。刈上社長です。今回はギャリーズモッドの遊び方や操作。ビデオ、ラジウスは数値を下げると、スクリーンから離れた時動画が停止します。皆さん、おはようございます。こんにちは。数値を上げるとスクリーンから離れても、動画は再生し続けます。皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。刈上社長です。今回はギャリーズモッドの遊び方や操作方法について解説していきます。それではまず、ハイド、プレイヤーをクリックすると、動画を停止することができます。との遊び方や、リジウム、プレイをクリックすると、動画は再生されます。それではまずはギャリーズモッドでできることを紹介していこうと思います。リ・インテライズはクリックすると動画を再読み込みします。刈上社長です。今回はモッドのこの2つの項目は動画を再生している時に出てきます。マルチプレイではサーバーのアドミンしか使えません。マルチプレイでアドミン以外にもプレイ X を使えるようにするには、ULX というリブが必要です。使い方は、チャットを開いて、メニューと打ってください。するとメニューが出てくるので、グループ図をクリックし、セレクト、あ、グループ図からアドミンを選択してください。選択したら、アドというところをクリックし、サーバーに参加してる人を選択してください。これでマルチプレイでもアドミン以外の人がプレイ X を使うことができます。今回はラグドールのポーズを他の動画を複数のスクリーンで見たいときは、プレイ X リピーターのスクリーンを出してください。
皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、刈り上げ社長です。次は、メディアプレイヤーというアドオンについて解説していきます。メディアプレイヤーは、シネマを使いやすくしたアドオンだと思います。メディアプレイヤーを入れる前に、Gmod のバージョンをプレイ X の時と同じバージョンにしてください。では、メディアプレイヤーの使い方を解説していきます。エンティテのメディアプレイヤーから好きな大きさのスクリーンを出してください。スクリーンを出したらスクリーンに近づいて A キーを押して電源をオンにしてください。電源をオフにしたいときはもう一回近づいて A キーを押せば OK。電源を入れたら C キーを長押ししながらアドメディアを押してください。最初に利用規約が出てくるので、I agree、カッコ、同意します、を押してください。あとは、シネマの時と同じ方法で、YouTube を再生することができます。今回は、ラグドールのポーズを、動画の音量は C キーを長押しすると出てくる項目の下の方にある音量バーで調節することができます。リピートは動画をループ再生させることができます。シャッフルは急に追加した動画をランダムに再生させることができます。トグル Q ロックは急に鍵をかけることができます。また、ここのマークを押すと動画を再生、停止したり、また、ここを動かして動画を好きな時間に再生させることもできるし。ここを押すと急に追加しておいた次の動画を再生させることができます。ゴミ箱マークを押して急に追加した動画を削除することもできます。スクリーンに向かって C キーを長押ししながら右クリックを押すと出てくる項目からも今まで解説したことができます。また画面左上にあるメディアプレイヤーを押すとチェックをつける項目が出てきます。上から順に解説するとフルスクリーンはチェックをつけると YouTube の動画を全画面で見ることができ、ターンオフオールは、チェックをつけるのではなく押すだけで、今使っているスクリーンの電源をオフにすることができます。シネマとメディアプレイヤーは、ULX というリブがなくても、アドミン以外もマルチプレイで使えます。2、アニメーションが作れる、キャラクターやエフェクトな…今回はここまでです。シネマ、プレイ X、メディアプレイヤーは、Adobe フラッシュプレイヤーで機能しているアドオンなので、もしかしたら今年いっぱいで使えなくなる可能性があります。さいなら。